Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのいすみです。本日は、ジェネシスのパートナーエコシステムを紹介するために、シニアビジネスコンサルタントの水野を迎えてお送りいたします。水野さん、よろしくお願いいたします。はい。ソリューションコンサルティング本部でシニアビジネスコンサルタントをしています、水野です。本日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。水野さんは主に各分野で業界をリードする IT 企業とのリレーションを担当されていて、ジェネシスと連携するソリューションのプロモーションをされていらっしゃるんですよね。はい。私はビジネスコンサルタントとして AI ですとかデジタル系のソリューションをお客様に紹介する役割と兼務いたしまして、ジェネシスクラウド CX と連携している CX、EX 関連のソリューションを提供していただいているパートナー様とのビジネス推進も担当しています。はい、ありがとうございます。では、まずは簡単に、まあ、ジェネシスのパートナー様、いろいろな種類が実は、あるということなんですけれども、はい、どのような種類のパートナー様がいらっしゃるのか、ご説明いただいてもよろしいですか？はい。パートナー様といいますと、いわゆるリセラー様、販売代理店をご想像される方が多いかと思いますけれども、それ以外にもいくつかカテゴリーがあります。例えばテクノロジーパートナー様との連携としましては、AWS、Google Cloud、Microsoft、Adobe というようにですね、グローバルで戦略的なアライアンスを組んでいるパートナー様ですとか、SaaS 型コンタクトセンターのエキスパートで、クラウドの移行を全面的にサポートしてくださるクラウドパートナー様、およびサービスパートナー様、そしてジェネシスクラウド CX と連携して、より付加価値の高いサービスをお客様、我々と一緒にお客様にご提供いただきます、テクノロジーパートナー様などがあります。また、パートナー様から提供していただいているテクノロジーで実現していますことは、クラウドプラットフォームの強化、CRM や社内コミュニケーションツール、そしてビデオ連携といったアプリケーションとの統合、ルーティングやボット対応など AI の活用、そしてセールス、マーケティングなどのデータ共有、分析なので、ジェネシスのをご利用いただいておりますお客様は、ジェネシスクラウド CX とともに、パートナー様のテクノロジーをご活用いただくことにより、さらに高度なオペレーションを実現したり、投資家効果を高めることが可能かと思います。なるほど。では、一概にパートナーといっても、本当にいろいろな種類のパートナー様がいらっしゃるんですね。はい。はい。お客様の既存のソリューションと、まあ、連携するかですとか、まあ、ジェネシスプラス、他社さんのソリューションで何かを実現したいといったときに、どんなソリューションと連携できるか知りたいなというような場合は、何か、サイトとかで、調べることってできるんでしょうか？はい。我々ジェネシスと連携していますソリューションは、アップファンドリーというマーケットプレイスでご紹介をしています。マーケットプレイスとは、例えるならば、スマートフォンで利用するアプリケーションを探す、サイトと同じようにですね、ジェネシスクラウド CX 上で利用できるアプリケーションを掲載しているサイトのことになります。で、現在掲載していますアプリケーション500種類ほどございます。グローバル IT 企業の多くがですね、このマーケットプレイスを運営しているかと思うんですが、我々のマーケットプレイス、アップファンドリーの特徴としては、CX と EX の分野に特化したマーケットプレイスだということになります。掲載しているアプリケーションは、ジェネシスソリューションとの連携の検証が済んでいるか、もしくはすでにお客様がご利用されているアプリになりますので、利用されるお客様は一から検証していただく必要がございません。またですね、アプリケーションによりましては、30日間の無料トライアルや、アップファンドリーからですね、ワンクリックですぐにご利用いただけるようなアプリケーションもございますので、必要なタイミングでお客様が必要な機能をいつでも取り込んでいただけるというところが魅力になるかと思います。はい、ありがとうございます。あ、すみません。ありがとうございます。ちょっと今のすごいキーワードだと思うんですけれども、まず検証しなくていい。すでに検証済みのソリューションが、持っている。で、ものによっては30日間のトライアルが利用できる。で、さらにワンクリックでインストールできて、まあ、すぐに利用できる。この3つって結構重要ですよね。はい、そうですね。マーケットプレイスはお客様の使い勝手の良さを追求して提供しています。はい、
割り込んでしまい失礼いたしました。続けてどうぞお願いします。はい、じゃあですね、一通りご説明いたしましたので、実際の画面がどういうふうに、使われているのかというものをご覧いただきたいと思います。はい、ビデオを流しながらご説明をさせていただきます。はい、こちらジェネシスのトップページ、ホームページ、トップページになりまして、プラットフォームからアップファンドリーを選択しますと、日本語で各種アップファンドリーの、アプリケーションをご紹介しているサイトに移ります。気になるアプリケーションがございましたら、クリックをしていただくと、各アプリケーションのご紹介ページに遷移いたします。ここはランディングページになっていますので、実際のアップファンドリーのサイトに移る場合には、More というところをクリックしますと画面が遷移されます。こちら、デフォルトでは英語の表示になっていますので、例えば、分類なども英語表記になりますが、右上の地球儀マークをクリックして日本語を選択しますと、選択項目がすべて日本語に変わります。またですね、掲載していますアプリケーションも日本語のコンテンツの登録があれば、日本語で表示されます。一つ選択してみましょう。中には、アプリケーションの利用のイメージですとか説明文書。また、直接お問い合わせして詳しく聞きたい場合には、問い合わせボタンをクリックしますと、バックファンドリーのベンダー様に直接お問い合わせしていただくことができます。で、もう一度ページ戻りまして、今度は無料トライアルのご利用に関してご説明します。今、無料トライアルで相当いたしましたが、一つ、ダイナミクスコネクタというものを選択してみました。先ほどと同じように、アプリケーションの紹介ページに、今度は無料使用という、クリック、ボタンが追加されているのがお分かりになるかと思います。利用する前に価格を確認したい場合はですね、ジェネシスクラウドをご利用いただいているお客様は、その組織のアカウントにログインしますと、価格情報ですとか、より細かい情報をご確認いただくことが可能です。はい、無料トライアルボタンをクリックして進んでみますと、一通りご確認いただく事項が出てまいります。で、最終的なトライアルに進む前には、各種サービス条件をご確認いただき、購入ボタンをクリックしますと、ご利用いただいている環境にですね、アプリケーションが追加されますので、ジェネシスクラウドの統合画面の方に移っていただいて、アプリケーションをアクティベーションしていただきますと、すぐにご利用が開始になります。前回の第5回クルーチューブで佐口も言っていたんですけれども、ジェネシスクラウド CX だけでは実現できない場合でも、他社様のソリューションと組み合わせて実現できることってものすごくたくさんありますし、その際に実績のあるソリューションをまずは探したいっていう場合には、アップファンドリーのサイトに行けば簡単に見つかるわけですね。はい、そうですね。ぜひアップファンドリーのサイト、下に QR コードを発行しておりますので、こちらにもアクセスいただきたいのですが、日本の実績はですね、これからというところもあるんですけれども、日本のローカルのパートナー様にもたくさん、参加していただいておりますし、本当に多くのソリューションを掲載しておりますので、ぜひ ご興味がある方はサイトにアクセスしていただくか、我々の方にご相談いただければと思います。はい、水野さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか？ジェネシスクラウド CX だけでは実現できなさそうだなと思われているお客様ですとか、もしくは今、ジェネシスクラウド CX を使用しているけれども、もっとこういったことをしたいというご要望のあるお客様、ぜひですね、ご興味ございましたら、こちらの QR コードから一度弊社マーケティング本部までお問い合わせをいただければと思います。それでは本日のクルーチューブは以上となります。皆様また次回をお楽しみにしていてください。Thank you. See you next time.